こんにちは、ルイです。今日は照度計のアプリを使っていろいろな場所の明るさを測ってみたいと思います。普段はこちらの照度計を使っていまして、 Amazon で3000円で購入しました。こちらの照度計を使って光の強さを測って、ライトの高さを調節しながら野菜を育てています。明るさの単位をルクスと言います。種まきから収穫までの期間、私は1万5000から3万ルクスになるように調節しながら育てています。光が弱いと徒長したりうまく育たなかったりします。逆に3万ルクスより強いと光が強すぎて葉焼けを起こしたりしてしまいます。こちらの照度計、簡易的なものですが、個人的にはそこそこ正確に測れていると思っています。以前照度計を紹介した時にアプリ版もやってほしいとコメントをいただいたので、今回動画を撮っています。果たしてアプリ版の照度計はどれほど使えるのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。今回使用するアプリはこちらの2つを使います。こちらの Lux Light Meter というアプリと Lux01 というアプリを使って今回は調べたいと思います。こちらの2つのアプリそれぞれ無料でして、iPhone でアプリをインストールすることができます。調べたところ Android の方が照度計のアプリが多いんですけれども、私 Android 持っていないので、今回は iPhone で入れられるアプリのみで検証したいと思います。その点だけはご了承ください。今回撮影する場所は3箇所にします。今いるお部屋が1つ目、2つ目がキッチン、3つ目が普段野菜を育てている野菜工場。この3箇所で光の強さを測ってみたいと思います。まずはお部屋の中から光の強さを測ってみたいと思います。まずはこちらの Lux Light Meter というアプリから使ってみたいと思います。こんな感じでアプリケーションを開きますと、ここに明るさが表示されます。今1581ルクスと表示されています。でこのボタン、カメラマークを押すと、今インカメラになっているんですけれども、これを押すと今度外側に切り替わります。でこれをもう一回押すとインカメに切り替わります。ここの右の手のマークを押すとルクスが固定されます。こんな感じで今固定されています。これをもう一回押すと、こんな感じで角度によって光の強さが変わったりします。使い方はこんな感じです。でもう一つの Lux01 というアプリも同じように、このカメラマークを押すとインカメと外カメで使い分けられるようになっています。でここですね、これを押すと先ほどの手のマークと同じようにルクスを固定することができます。ここのライトのマークは画面の明るさが変わるだけですね。でここを押すとアプリの使い方だったりテーマ、これがいろいろな色が変わるというものです。こういったものが選べたりします。じゃあ実際に測定してみます。こちらのルクスライトメーターから使ってみます。まずこちらのルクスライトメーターで測ると1179ルクスと表示されています。ではもう一つのルクス01でも調べてみます。で今インカメラになっていますね。こちらのアプリですと475ルクスと表示されています。もうこれだけで全然違いますね。500以上差があります。じゃあ実際にこちらの照度計で測ってみるとどうなるのか、こうですね。388ルクスあります。大きな差はないんですけれども、それぞれ数百単位で数字が違いますね。今遮光カーテンしてるんですけれども、これちょっとなくしてもう少し明るくして測ってみたいと思います。まずはこちらの照度計で測ってみたいと思います。1408ルクスですね。ちょっと上がりましたね。続いてはこちらのルクスライトメーターを使っていきます。はい、751ルクス。さっきよりも下がりましたね。なんでだろう。遮光カーテン取ったから明るくなっているはずなんですけど、なぜか光の強さが下がりましたね。ちょっと角度変えれば変わるかな。下がった。なんでだろう。
また下がりましたね。585ルクス、さっきよりも下がりました。こちらのルクス01で測ってみます。297ルクス、こちらもさっきよりも下がりましたね。次はキッチンの明るさを測ってみたいと思います。はい、キッチンに来ました。まずはこちらの照度計を使って明るさを測ってみたいと思います。はい、はい、出ました。264ルクス、かなり暗いです。これをベースに今度はアプリ版でも測ってみます。ではこちらのルクスライトメーターから測ってみます。はい、出ました。67ルクス、結構低いですね。こんな感じです。ではこちらのルクス01でも測ってみます。38ルクス、こちらも結構低いですね。こんな感じでした。じゃあ最後に野菜工場を測ってみたいと思います。今こちらの画面の真ん中に映っている野菜は小松菜です。こちらが今30日ぐらいですかね、育て始めていい感じに育っています。ではここで明るさを測ってみたいと思います。まずはこちらの照度計を使って測ります。普段はこちらの植物育成用 LED ライトを使っていまして、明るさがこちらの照度計で測った時に1万5000から3万ルクスになるように調節しながら育てています。なので今測ってもおそらく1万5000から3万に収まると思います。はい、これが今 2.39 ケールクスなので2万3000ルクスですね。約2万4000ルクスと表示されています。ではアプリ版でも測ってみます。ではこちらのルクスライトメーターから使ってみます。近めにして、はい、お、こんな感じです。1万428ルクス、さっきの照度計を使ったのが2万4000ルクスだったので、1万4000も誤差が出ています。ちょっと微妙かな。次はこちらのルクス01でもちょっと測ってみます。いけるかな。近めにして、はい、4423ルクスですね。もう全然違います。2万も差が出ています。明るさが強すぎると結構差が出ますね。最初部屋の中で測った時はそこまで大きな誤差はなかったんですけど、 LED ライトの下で測ってみるとかなり誤差が出ましたね。こんな感じで3箇所測り終わりました。最後に簡単なまとめ感想に入ります。結論から言うと、照度計アプリを今後使うことはないと思いました。使う機種だったりその人の使い方によって多少精度は変わるかもしれないんですけれども、あまりにも数値が違いましたね。他にも同じアプリをレビューしている人の動画見たんですけれども、同じような結果になっていました。こういった照度計ではきちんと測れているんですけれども、アプリ版だと全然数値が違うという結果の動画を見ました。少しずれているくらいだったら無料だし試しに使ってみるのもいいかなと思ったんですけれども、ちょっとそれも厳しいかなって感じでした。私が普段使っている照度計のリンクはこの動画の概要欄に入れてありますので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。最後に、このチャンネルでは主に水耕栽培で育てた野菜の成長記録や育て方を動画にしています。他にはエアプランツや観葉植物の動画もありますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter もやっていますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。それでは今日の動画はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。